これはキスだね、間違いなく。はい、皆さんおはようございます。今週もね、先週に引き続いて新米公開版来てみました。まあ本当にキスが終わっちまったのかというところをね、確認しようと思って、再びやってまいりました。キスつってる人多いね。ちょっとこっちは人が多そうなので、こっち側でやってみましょうか。はい、じゃあこの辺のちょっと出っ張ってるところにしましょうね。今日はね、ちょっと荷物がね、多少多いんです。こういう感じのクーラーにしました。荷物ちょっとね、入りきんなくなってきちゃったんで、今日も自作の仕掛けに、さあ、自分で巻いた針をつけていく感じです。はい、じゃあ今日はね、日本針で自作の仕掛けでいきますね。餌はね、実は先週余った餌を、キープしておきました。まあ1週間ぐらいは持ちますよね、平気で。あるものを入れるとね、1週間持っちゃうんですね、これがね。あるものというのは、園芸用のね、バーミキュライトってやつです。それをね、入れるだけです。水も何も入れません。バーミキュライトをね、餌の袋の中に入れて、で、それを、まあ、新聞紙とか、紙でくるんで、冷蔵庫に入れて、置くだけです。それでね、まあ生きがいい餌だったら1週間ぐらい持ちます。はい、じゃあ準備できたんでやっていきましょうね。さあ今日はどうかね、先週全く釣れなくなってたからね、先週のがたまたまであってほしいですよね。まあ11月いっぱいぐらいは釣れるはずなんでね、さすがに。釣り人多すぎる感あるね、若干ね、やっぱり。まあ秋のいいシーズンですからね、釣りのね。キスもね、一番釣れる時期だと思うんですよね。まあ秋なんでね、主にはピンギスと、あとまあオチギスと呼ばれてる大きいやつね。寒くなってくるにつれ数が出なくなってきて、でっかいね、25センチ、30センチっていうね、キスがね、遠投で釣れるというような感じになりますよ。全く当たりがない。今波打ち側で1回当たりました。ちょっとね、大きめ、まあでも普通か、1センチぐらいで、ね、下はね、ちょっと長め、2センチぐらい。これ早々に移動した方がいいかもしれないね。全然当たりがない。先週とね、あんまり状況変わんないと思う。ちょっとね、ポンポン移動した方がいいかもしれないね、これね。もうちょっと、もしかしたら本当に沖に行ってしまったかもしれないですね、キスがね。今年はね、海水温がちょっと高いはずなんですよね、去年より。まあ、つっても去年ここで釣ったわけじゃないんですけど、釣りをしたわけじゃないんですけど、ダメだね、俺全く食われてない。
よし、じゃあちょっと向こう側、ちょっと向こう側ちょっとあの手前が空いてるんであっち行こうかね。今日もしんどい釣りになりそうだね。まあ前回かな、まあこういう釣れない状況が 2,3 回続いたら秋のキスシーズン終わっちゃいますよねなんて話してましたけど、今日はその2回目です。今んとこね反応なし。まあ場所もあんのかな、場所であってほしいね。この辺は特にね人が多いんだよね。いっかこの辺で、じゃあこの辺でやってみようね。自動化ね、今日は潮が高いからあそこのテトラがほぼ埋まってるね。全く減ってない。長い方の竿を使ってより遠くに飛ばさないとダメだったらね、これいつもの短い竿8フィート6インチ、まあ長い方とはいえこれだとね30センチぐらいしか違わないんだけど、長い方は9フィート6インチ。さてさて困ったね、全く当たりがない。でもフグさえもいない感じだね。全く食われてない。なんかちょっとガリガリしてるな下が。今日は北風がねだいぶ強いんだけど、東京湾観音が守ってくれてるね北風からね。若干波は高い感じするけどね、風はねほとんどない。お、当たった当たった。ちょっとなんか白いのが見えるよ。出た、いい当たりしやがった、とりあえず口にかかってるんで OK ですね。餌が全く変わってない。いた魚たちはみんなどこ行っちゃったんでしょうね。沖の方行っちゃったのかな。これが一時的であってほしいですよね。まあ、ネットの情報によると11月いっぱいは釣れるみたいに書いてあるんでね、まあ、基本基礎は一年中釣れるんだけど、で2月になると岸を離れてしまうと、浅場を離れてしまうというふうな情報がやっぱ多いですよね。まあもちろんねその年によって違うんでしょうけど、細かいあたり細かいあたりほぼ当たりがないんでね、これね利用する以外方法がない。ちょっとね移動しよう。あ、でも向こういるな。だいぶ隣の人と違うな、ちょっと。当たった当たった。
オラキスだね、間違いなく。はい、来たよ。ね、14センチぐらいだね。まあまあ硬いね。はい、今日は逃がすしね。はい、ありがとうね、バイバイ。ちょっとちっちゃいのが本当に離れちゃったのかもしれないね、海岸から。うん、もしかしたら今年最後の巣のあたりかもしれないね、今のはね。まあとりあえず先週はね、全く釣れず坊主でしたからね、一匹釣れてよかった。完全に終わったわけじゃないっていうことですね。細かいあたり、でも二つ道釣れないとさっきのはたまたま感満載になっちゃうね。だいぶね、沖に釣り船がね、真正面見えるでしょ。釣り船がね、いるんだけど、あれ、まあ、あれ多分キスだね。結構ポツンといるんで、アジだったらもうちょっと船が集まってきてると思うんだけどね。皆さん釣れないみたいで、みんな退散してきますね、キス釣りの人。ちょっと左方面に投げられるようになったんで、ちょっと左斜め前に投げてみましょうね、次ね。ちょっと左側に。うん、やっぱり群れがいる感じではないんだね。なんか細かいあたりが、波打ち際で細かいあたりが出るね。すぐ。それちじきの忙しい釣りじゃなくなっちゃいましたね。うん、これフグに食われた跡があるね、これ。セルフお祭り、乗ってないな。残念。おっと、目があるぞ、目があるぞ。あ、針取ってちゃった。ちょっとね、根がかりで針切れちゃったんで、あと餌がね、3つ4つあるんで、全部消費して帰りますね。ちょっとデカめのネットをつけて、彼釣れるかもしれないしね。でかい餌で消費して帰りましょう。またちぎれたような気がする。これ先っちょ壊れてるね。先っちょだけ長くなってる。先っちょだけ壊れただけ。
はい、じゃあ餌を新しく付け替えて最後の餌にしましょうね。ラスト1匹ね、これね。はい、じゃあラスト1頭いきましょうね。最後の餌です。はい、じゃあ最後の1頭、まあ餌が1個なくなって終わりですね。はい、という感じで今日は終わりにしましょう。もうこの仕掛け巻き、これね、あのダイソーで売ってる板、それを切って使ってます。はい、ということで、2週続けて新米小貝の来てみました。先週はね、何も釣れずに坊主っていう結果でした。もうこのままキス終わってしまうのかというような感じでしたけども、まあ今日もね、引き続きキスが群れでいる感じはもうなくなった感ありますね。まあただね、日によるのかもしれないし、まだね、海水はね、触ってみるとね、あったかい状態なので、もしかしたら日が悪かっただけなのかもしれない、というかそう思いたいですね。結構ね、キス釣りをやってる人もちらほらいますが、あんまり釣れてる様子もない感じですからね。で、まあね、フグは相変わらずいて、何匹かかかりましたけど、キスは、あんまり姿がない感じですね。1匹釣れましたけども、多分ね、たまたまですね、たまたま浅場に来てたキスが、まあ、目の前を餌通ったんでパクッと食べちゃったというような感じだと思います。はい、群れでいる感じではないと思いますね。秋の、まあ、浅場で釣れるキスのシーズンっていうのはやっぱり終わりに近いのかなという感じがします。いや本当にね、これがね、たまたまであってほしいですけども、はい、今ね、投げ釣り師の方にね、聞いてみました、釣れましたかって。そしたらね、20釣れたっつってました。朝方、結構ね、バタバタと釣れたということで、いなくなったわけじゃないんですね。時間帯や場所によってね、がっつり釣れるというのはまだ残ってるっぽいですね。ただね、本格的な投げ釣りの方で結構遠投してるので、遠投しないと釣れないのかもしれないですね。ということで、いい情報をいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあまたね。バイバイ。